おまけのブルアカおまかということで、桃トークで気になる生徒と会話していきたいんですけれども、うん、俺らそれぞれ選んでいいっていうんで、まずは中村さんから選んで。俺から選ぶ、うん、お好みの子。あれ、仮面は2人もいる。あ、若も同じか、水着か。え、これタップしたら見えちゃうか。見えちゃうでしょ、そりゃ顔。え、見えないっしょ、さすがにこれは見えないよね。だってね、そんな最大級の秘密でしょ、顔なんて。かわいい。神秘解放したら見えちゃうから大丈夫か。神秘解放で見えんのこれ。よかったよ。どっかのタイミングで見せてくれるのかな、やっぱ顔。じゃあやっぱり遠くかな、遠くでなのかな。チェリーの良くないですか、ヒゲ生えてますよ、女の子に。本当だ。ヒゲの女の子です。どういうことこれ。どういうことですかね、ヒゲの女の子。ずっとヒゲなんだ、おもろ。寒い地方の子かな、うん、ブルーアーカイブ。えレッドウィンター連邦学園初期長のお出ましだ。これ、タングさん。光栄に思うが、タングさん。いや、ヒゲいいな。いや、そして、タングさんを一発引くお前の嗅覚もなかなかある。ヒゲのやつよくないですかって嗅覚で一発引きましたね、タングさん。引き当ててその嗅覚。チェリーの手に入れよう。うわー、ちょっといっぱいいる。剣これやばいね。すごいな、顔すごいな、うん、小林優さんですね、これ。ブルーアーカイブ、この子ずっとこのキャラでやってくの。どうしよう。あれ、かわいい。どうしよう。え、かわいい。だんだん変わるんだね。よいしょ。あ、やば、気になるかも。水着もある。かわいいじゃん。三白眼じゃん。四白眼くらいあるか。ちょっとどうしよう、気になることいっぱいいるんだけど。 あるいおりかよこ、はあ、あー、これ迷うな。迷うね。中村さんは清楚な子とエッチな子どっちが好みですか。エッチな子ですよ。即答だよ。即答だよ。この辺から見、あー、なるほどなるほど。いや、エッチだね。バニーガールって、うわー、この子最近もうネットでイラスト上がりまくっとる子や。バニーガールのアスナちゃん人気ですか。人気人気。ブルーアーカイブ、こういう感じ。ぴょんぴょん、バニーのアスナ三十。ちょっと抑えとこう。ちょっとこれは、かなり有力。あ、でもね、この子も見たことあるよ。本当に？なんかフィギュア出てますよね。フィギュアが出たんじゃなかったかな。なんか俺ほら、あのおもちゃサイトよく見てるんだけどさ、ね、うん、そこでなんか見た気がする。フィギュアは。フィギュアが出る、こんだけキャラいる中でフィギュアに選ばれるってことは人気でしょ。人気があるってことですよね。うん、どんな子なんだろう。クール系に見えっけどな。喋り聞いてみようか、うん、数学の勉強をしなきゃいけない。まあ、クール系だ、ね、クール系だ。ブルーアーカイブ、うん、数学の勉強しなきゃいけない。あんまり頭良くないよ、うん、そういうことなのか。カリン、バニーガール、ネルちゃん目いいな。俺どうしてもこういう目の子に惹かれる。あ、うん、あ、たく、結局見つかっちまったか。お、男っぽい。こうなった以上手伝うしかねえな。こういう喋りなんだね。誰だろう誰だろう。うわあ、パカパカ。胸のとこパカパカですよ。確かに。はあ。ちょっと無理してるね。クソド変態だな、このゲーム作ってるやつは。さあ、作ってるやつだね。あ、またマスク、ガスマスクしてる。アツコ。いいね。それがわかんない。アツコ沙織はこれはなんか e スポーツの人じゃないのこれ。ね、ゲーミングマスクですね、うん、ゲーミングマスクだもんね。e スポーツ系の人だよね。どこの学校だろう。タクティカル系だな。でもこの子なんでも顔ほぼないからな。髪しかわからん。あら、え、お、幼女。え、お、幼女じゃん。じゃあしょうがない、俺がもう。じゃあ、ね、ちょっと待って、ゲッターロボみたいな子いる。ゲッターロボいる。どう、ルミちゃん。ゲッターロボだ。頭、ゲッターゴンですよね。かっけー。これキツネかな。
なんかそうだよね、うん、このケモ耳系のところはね、うん、ケモ耳も全部違うケモ耳ついてるもんね。ルミちゃん気になるわ。あんなかっこいい葉っぱついてるもんね。ほんとだ、ほらタヌキかな、なんだろう、葉っぱついについてる。ミュウちゃんドジっ子かな、それからずっとアンブッシュしてるのかな。カジャ君好きそう。うわ好きですね好きですね。これトガヒミコみたいなの好きそうです。好きですね。ブルーアーカイブ、ここ新しい拠点にしちゃっていい？ゆるゆるっすね。ゆるゆるモチフはボディっすね。これがね、この貴重な今から、うんうん、見れる人はこう使ってね。誰見ます？アツコの顔を見て。アツコ行くんすか？アツコの素顔を確認してやる。顔出るかなこれ。おかえりご主人様。出なかったらちょっとあれだけど。かわいい。どんなトークをするかな。おかえりご主人様。かわいいマミさん格好で待ってたよ。で、アツコだからあ行で出ますね。いた、いた、先生いる。アツコ。アツコ。あちこち点々。個別行動してるんだ。来いって。可愛い子じゃないですか。寂しいから来てくれ。結構ストレートだね。うん、もうだいぶ気に入られとるよ。廃墟の中のお姫様。アリウススクワット。いかつ。あ、おお、もう取った。すぐ取った。すぐ取った。元は手話とマスクで会話してた。あんまりじゃ喋らない形でやってたんだ。めっちゃ可愛いじゃん。でもやっぱマスク取られるとちょっとがっかりするんだな。がっかりするんだよお前。俺これダメだな。もう幸せになれない性癖ですねこれ。顔を明らかにされるとね、どんだけ可愛くてもがっかりしちゃう。困ったやつだな。うん、困っちゃいましたね。廃墟だね学校、うん、廃校になってるのかな。ここどんな仕事してんだこのアリウススクワットは。怒られんの？帰っちゃう。全然遊んでやんなかったよ。あ、今のやつだとまだ見れないんですね、アニメーションが。こっからもっと仲を深めていって楽しくやってようやくでしょうね。なるほどね。アニメーション飛ばす？そんなんいけんの？もう一回見ればいいの？この先行かないでしょもう。一回閉じる。あ、また届くの？閉じた。ああ、本当だ、来てる。始まってる。3度目、3度目で。ああ、じゃあ3回目まで飛ばせばいい。あ、やっぱり段階があるんだね、うん、こうやってな、ちょっとずつこう絆を深めていかないと。1個のストーリーになってんだな、それぞれが。そうだね、また学校 に呼ばれてっていう。これじゃあ飛ばす、うん、気になるけどな、しょうがない。おお、あらすじが出た。青奇跡って読むのか、あの石は。なんて読むんだ、青奇跡って読むの。私の趣味、花が好き。そうかい。意外とこう、なんか見た目に反していろいろ端的にだけど、いろんな話してくれるんだよ、うん、してくれますね。マツコちゃん、最初はミステリアスだったけど。マツコ、話終わっちゃった。わかりやすい。もう一回かな、うん、あ、来てる来てる、頻繁に来るね、うん。おう、いいんじゃないかな。実際今時の若い子と LINE したらこんだけ来るんですかね。そのみんなメッセージとかこんなしょっちゅう毎日打ってるんですか。わかんない。俺らおっさんの LINE しかしないから、そんな1日に面倒、ね、くさって何個も送る。おっさんのメッセージの特徴は一文が長いっていうから、ね、全部書くから、うん、全部書くから、条件全部書くから1回で終わらせたい。あ、もう取ってきた、うん、マスク。
あ、花を持ってきたのね。やるやん、お前。おお、美しい。かわいい。この花。これはもうデートなのだ。もしかして。ねえ。持ってきて。めっちゃ動くな。くれたんだ。あれ声。これ花澤さん？花澤さんだよな。私のために。そっか。大切にするね。ずっと。こんなん言われたらもう惚れてまうわ。すごく嬉しい。ありがとう。こうさっきまで結構どぎつめの衣装の何人か見てきたからさ、うん、すごくこれはむっちゃ清楚清楚な感じなむっちゃ清楚カラーね。そうね、確か植えられない。最高潮に仲良くなった後に頼みがあるって。俺と会う時はマスクをつけてくれないかって言う。最低だよ最低だよ。壁を隠しきれなくなった。あのマスクの下にこの可愛い顔が隠れてるってところがいいんすよ。だからマスクをつけてる方がいいんすよ。わかるかな、この気持ち。一回も見なくていいの？下の顔。一回でも見ちゃったらもう、いや、答えが分かってしまうから。それは、そうですね。もう、ユニコーンの話ですね、それは。うん、幻獣を見たいか否かの話になりますね。夢を壊したくないが、真実には惹かれる。さあ、僕見たんで、うん、次梶田さんの、うん、ちょい巻きで行きましょうって。おかげで俺はちょい巻きで行きましょう。梶田さんがちょい巻きで見ます。負けるかな。もう決めてる？決めてる。さっきの一覧で決めてる、うん、長野さんは清楚系で行ったから。ご主人様が興味あるのは、うん、耳？誰？下に送ってもらえますか。剣ちゃんね。剣ちゃん水着かこっちか悩んでるんですけれども、どっちがおすすめですか。ご主人様が興味あるのはノーマルと水着。耳？尻尾？おそれとも可愛い系。じゃあ面白い系いきましょう。面白系剣行きましょう。清楚と面白しか見せない、うん、面白しか見せない。エッチはホーム画面で補給できてると思う、うん。いたずらやん。面白い。この子面白い。こっちもキャーってあればいいね。ねえ、言い返したよ。何事って。何事って。剣。間違えたの。はい。間違えたの。誰に送ってたんじゃあのメッセージ。大事なのは距離感。うわ、目すごな。何がどうなってこの子こんななっちゃったの。 PTSD が。 PTSD ですかね。か戦場の辛い記憶が交差してるんだ。そうさせてしまったのかもしれない、うん。正義実現委員会ってやばそうな組織ですね。あ、ジャスティスのとこじゃん。ジャスティス、あのほらおっぱいのジャスティスのとこか。あの服とかそうだよ。ジャスっぱいのところだ。黒いセーラー服だから。ほ、うんとだ。めちゃめちゃ唾液出てたよ。面白い子だけど、うん、面白い子。面白い。全然わからん、この子の内面が。めっちゃ逃げるな。ええそうなの。止まるんじゃなくて引かれるんだ、ここ。丈夫だな。銃弾耐えるからね。あ、5時間ぐらい悩んで、あ、なっちゃった。可愛らしいやん。可愛らしい子やんけ。これ、剣の部屋なの？これ部屋？可愛い。ちょっと待ってよ。
どうなってんだよこれ、趣味の違い、普段の格好と。挑発的なメッセージ。え、これはもうじゃあ完全に恋愛をしたがってんの？そういうこと？ねえ、惚れとる？いい顔だわ。ほら、あ、仲良くなりたいのか、可愛らしいね。部屋かわいいな。強化人間かなんか、薬物投与受けてるこの子。強化しすぎてしまったとしか思えないんですけど、この顔は。あ、かわいい、照れ顔かわいい。もうそれいきます。いや、行くっしょ、これはもう。触りたいもんだって。珍しい動物触るみたいな。かわいい！このギャップに弱いなぁ。ちょっとちょっと。誰？あ、駅員さんなんだ。駅員これ。はぁ、あ。3つ目にメモロビだって。じゃあ2つ目スキップしてちゃちゃっといきましょうか。さっと、うん、まただよ。俺この子絶対ガチャで引こう。工場かな、工場キャラですか。じゃあ逆にピックアップされないから引きづらい。ああ、おい、マジか。いっぱい引いてればそのうち出るよ。1人もらえるキャンペーンはない？1人もらえるキャンペーンないの？やって、もうわしゃがな提供記念にやって、一人もらえる。3周年でやってもらおう、うん、3周年、まあ、もうほら 2.5 はもう企画決まってるから、うん、だから3の時には、うん、ああ自撮りだ。突然これ保存、どうやって保存するんだこれ。かわいい、かわいい、めちゃくちゃかわいいよ。じゃあすごいかわいい。もっとくれ、もっとくれ、もっとくれ。あ、豆腐だね。じゃあもう一回だ。あ、恋愛の話しだした。来た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 。どんなんだ？大人のデート。大人のカードって何？大人のカード大丈夫？なんだ大人は。何の話をしてたのこいつは。独特の何かクオカードみたいなのあんのかこの世界。かわいい、白目がでかいのがかわいい。スケバン掃討作戦。戦闘時はこんな感じなんだ。戦闘時はね、やべえやつだ。ここまで顔を崩してくれる子は逆に魅力的。この子ニッチな人気ありそうだな。どんくらい人気あるんだろう。なんだっけ、行くんでしょ、その大人のカードでたまったやつで。デート行っちゃう。なんかちょっと高級すぎるんじゃないこれ、学生連れてくんの。緊張しちゃってる、ほら。おおおお、めっちゃ揺れてる。お、かわいい。っていうかスカート血まみれなんだね。今すぐにでも窓から飛び降りる。めちゃめちゃ貧乏ゆすりしてる。死ぬよな、死にたい。殺す。あ、いや、あ、違う違う。か
可愛いじゃないの。真剣にムードを作っちゃう。何を話そうと。この力は私には似合わないのに。めちゃめちゃぴったりじゃん。目、まだ私は準備か。ギャーなんでこんなところに来ちゃったの。めっちゃ顔変わるなこの子。いやいいわ。楽しく大人のデートしました。なるほど。はい、ということでね、20分たっぷりと本当だこんな無理だって尺縮めんの。そうね。いやでも神ゲーだってことはよく分かったんで、はい、やります、宣言します鶴木ちゃん手に入れます。はい、キャラクターだいぶいるからね。でも鶴木水着バージョンが出てるぐらいだから人気はあるんだと思うよ、うん、ですよね。水着出るってことはこの子の魅力をみんな知ってると思うんですよね、うん、やっぱり全員分その別バージョンってなかなか作られないからさ。ブルーアカにはなかなかの上級者が集まってるなこれ、うん、うん、ということでね、ぜひ皆さん、あの 2.50 年経ってるんでマジで俺らが設定宣伝するの今更なんですけれども、うん、まだ手をつけてないという方ぜひこの機会にブルーアカイブの世界楽しんでみてください、ね、よろしくお願いします。